どうも、ちぬこチャンネルです。今回は浮きふかせ釣りでグレを狙います。初挑戦なのでどうなるか分かりませんが、サイズを問わずなんとか一尾釣れるように頑張ります。よいしょ。もう全くの初心者なので、どんな道具を使っていいかも分かりません。一応ね、うちにいろいろとタックルがありますので、それを寄せ集めて持ってきてみました。ロッドもね、こちらボーダレス BB というロッドを持ってきました。そして3000番のハイギアのリールをつけてきました。もう私本当に浮き釣りってね、経験が全然なくて、棚を測ったり、もうあの重りをこうなんか打ったりするのがすごくね、なんか専門的で難しいような気がしちゃうんだよな。簡単浮き釣りセット、コンパクトロッドで OK。まあ、これだとね、簡単にできるんじゃないかと思うんですよね。でもずっとね、浮きふかせ釣りはやってみたかったので、もうコッパグレでも十分なんで、とにかく一匹釣ります。グレベスト、グレ用の集魚剤、海水を加える。よし、巻きます。とりあえず自分が釣りたい場所に巻け。えっ、えっ、ティッ、オッケー。エビをつけまして、おお、小魚がすごい集まってきてる。投入しました。うわ、すごい小魚の群れ。あー、すぐ行った、浮き、すぐ浮き行ったよ今。続いてる、来たー、あー早かった早かった、面白い、すごい。もう一回やろう。ただやっぱ合わせるの難しいから、もうちょっと浮きが沈んだところで今度は合わせます。続いてる、ダメだ、すぐ食われちゃう。よし、もっと深くしよう。棚を深めに、えい。エビがすぐに取られちゃうので、逆反りにして餌持ちを良くします。こんな感じ。なんか深瀬市の方は手前にこう巻いといて、小魚寄せといて、浮きをポンってやってますよね。やってみるか。ふい。来た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 。やった。来た。来た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 、強い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 、なに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 、強い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 、ちょっといい魚、ちょっといい魚、おお、あった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 、うわー、よいしょ、あらら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 、あらあら、怖い怖い、はい、来ました。アイゴファーストフィッシュ。でも上層にいる小魚は買わせたんじゃないかと思います。棚は悪くないのかな、もしかしたら。よし、バイバイ。おおおおおお、来た来た、おおおおお、また大きい、また大きい、これまた大きい、あははは、強い、おお、サイズアップした。よいしょ。まだ水温が高いみたいで、この子がいっぱいいるんですね。むちゃくちゃ小魚いるときはどうしたらいいんだろう。ちょっとずらした方がいいんかな。投げよう、投げる、えっ。投げ待ち、投げて待つ、投げ待ち、来た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 、おお、来た。投げ待ち戦法、おお、ちょっとちょっと待って、
なんだい、なんだい、誰だい、誰、本当に誰、ふえふえふえ、おお、ちょっとこれは撮りたいよ、これは撮りたい、絶対に撮りたい。どうやって撮るこれ、でかい、やった、嘘、来た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 、でかい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 、はあ、はあ、来い、来てください、お願いします、来てください、ちょっと離れないでお願い、はあ、はい、来たよ、来たよねこれ、はあ、あ、重い重い重い、やだやだやだ、よし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 、やった、でかい、え、でかい、え、でかい、え、でかい、ちょっと、やったやった、来ました、チヌです、大きいよこれ、めっちゃいかついよ、はい、やりました、おー、すごい測ります、47センチ、ちょっと投げてみて正解でした。やっぱりね、チヌはちょっとこう離れて餌取りの様子を伺ってたんじゃないかと思ったんですよねなんとなくだけど、なので投げて待ってみたら来ましたよ、来た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 、おお、これも強いんじゃない、え、これも強いんじゃない、またちょっと投げておいておいたらなんか強いの来て、まったとったちょっと待って、これも強いんじゃない、ちょっとなんか、なに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 、おお、強いの来た、強いの来た、なになに、寄っておいで寄っておいで、あ、また来たんじゃない、また来たんじゃない、ちょっとちょっと嘘でしょ、できすぎ、うわー、そっち行かないで、そっち行かないで、もうそっちで取るか、そっちで取る、そっち行くんだったらそっちで取るけど、え、バシャバシャ、わっ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 、やだよ、切れちゃう切れちゃう、あ、でかい、これも、おー、取れるかな、でかい、来た、ちょっと一旦ちょっと竿で耐えて弱ったところを、できすぎ、できすぎでしょこれ、大きい、またまた大きいけど、これ取れる、取りたい取りたい、取らして、取らして、取らして、お願い、あ、よし、入った入った、入りました、はあはあ、来ましたよ来ましたよ、やった大きいんじゃない、これも、やった、より大きい、もしかして、うわーわー、白い、綺麗、これあるんじゃないですか、はいはい、ここの上あごに針がかり、あー、びっくりした、次の一頭でもう一匹来ましたあー、でもどうなの、これもまた同じぐらいか、同じぐらいのやつか、わわわ、あ、だだだだ焦るな私、はい、来ました、51センチ、やった、年なし、いや、狙ってたのはコッパグレなんですけど、私の中ではもう一番好きな魚が来てくれました、やっぱりまだ水温が高いみたいで、どうしてもね、餌取りが多くて、なかなか寒グレを釣ることは難しいようです、もう少し寒くなってからまた挑戦したいと思います。すーちゃん、ただいまあれー、すーちゃん、すねたからいるな、今日はすっごいの釣ってきたよ、すーちゃん、すっごいの、見てみる今回の戦利品はチヌです、年なし相変わらず立派でかっこいい魚体ですね、今のシーズンは産卵後の個体だと思うので、しっかり油を足して美味しく調理していきます、まずは鱗を落として、
頭と内臓を取ります。3枚におろしていきますね。やっぱり産卵後ということでちょっとね身が柔らかいような感じです。骨を取って、皮は引かずにそのまま使います。一旦置いておきますね。油を注いで火をつける。はい、大好きなフライドポテト揚げていきます。わあ、美味しそう。お、カリカリだもうちょっといけるか。えちょっと多いかなまあ大丈夫か。熱いうちに塩を振りかけます。アンチョビソース、ニンニクチューブ、マヨネーズ、レモン汁、よく混ぜて器に盛って山盛りポテト完成です。こっちがケチャップ、こっちがアンチョビマヨネーズ、ポテトが黄金色ですごく美味しそうです。これはもう料理っていうか揚げただけなんでね、もう絶対に美味しいの分かってるんですけど、このままいただきます。うん、美味しい。どれだけでもいけちゃう。うん、うん、あ、アンチョビマヨもいけるうん、はい、ビアボール。これはね、最近発売された炭酸水で割るビールだそうです。ニュースにもなってたので気になってて、スーパーで見つけてすぐに購入しました。これがね、どうしても飲みたかったんだよね。なんでおつまみはあえて素朴なやつにした。お、キャップとよ、なんか専用グラスがついてました。ガラス？これ、あ、ガラスだ。あ、かわいいここに線がついてますね。濃いめ、おすすめ、ほんのり。おすすめのところまでまず炭酸水を入れる。はい、シュワシュワ。そしたらこの割るビール、わおこのビアボールって書いた線まで入れるだけ。わあ、すごい。あ、ビールの匂いする。すごい麦の香りがします。もう完全にビールですね。キャップをしてこれが保存できるんだね。かき混ぜます。おー、なんかハイボールみたいな感じでビールが出来上がりました。それでは乾杯。あ、お、ビールすごい。なんかビールだけどビールじゃないみたいなあ、でもすっごく美味しいです。これ飲みやすいし、うん、爽やかこれなら自分で濃さを調整できるから、私みたいなお酒ちょっと弱い人でも安心ですね。そしてこれ1本で8杯分のビールが飲めるということなので、かなりお値打ちなんじゃないでしょうか。あー、結構気に入っちゃいました。うん、ポテトにも合う。続いて玉ねぎ1/4、みじん切りですね。水につけておきます。キャベツ2枚かな、はい、切っときます。塩コショウしてなじませたら水分をぎゅっと絞ります。卵丸い方をちょっとだけ割りますね。はい、殻が剥きやすくなります。お水に入れて茹でます。10分弱ぐらいで火を止めます。はい、ピクルスのみじん切りああ、硬い。はいはい、焼きました。これを大さじ1杯ぐらい、水気を切った玉ねぎ、ゆで卵を入れて、マヨネーズを加える。混ぜます。はい、タルタルソース。これは冷やしておきます。すーちゃん、君にはこれをあげよう。おいしい？おいしいね。よかったね。マグロ&タラバガニだって。すーちゃん贅沢だぞ小麦粉も卵もいらないパン粉、チヌの切り身に振りかけてしっかりとね押し付けるような感じでつけていきます。はい、
わあ、今日は揚げ物が多いですね。両面カリッと仕上げます。 OK でしょう。はい、ごま付きバンズ焼きます。網があるといいんだけどね。温める感じでいきますね。パンの上に葉っぱを乗せてキャベツを乗せる。うわ、すごいボリューム。スライスチーズ乗せて、チヌフライとちょっとだけソースかけますね。さらにタルタルをたっぷり。うわぁ、こぼれそう。あー、こぼれる。こぼれてもいいってことにしよう。そしてバンズを乗せます。器に盛り付けて。できました。チヌのフィッシュフライバーガー完成です。タルタルソースとチーズで美味しそうです。フライがはみ出してます。玉ねぎ、人参、じゃがいも。鍋を熱してバター、らくらくお料理ベーコン全部入れちゃいます。えいえい。野菜を入れる。玉ねぎがしんなりしてきたら小麦粉、ダマにならないように混ぜる。お水と軽く塩コショウとコンソメを入れて。あー、美味しそう。そしたらここに、はい、シーフードミックス。これ使うとめちゃくちゃ簡単ですからね。エビ、イカ、アサリが入ってる。さらに牛乳を加える。粉チーズも入れます。具材が柔らかくなるまで煮込みます。とろみがついてきたら OK。 おほほ、美味しそう。器に盛り付けて。できました。シーフードミックスで作るクラムチャウダー完成です。寒くなってくるとこれが食べたくなりますよね。よし、すーちゃんできたよ。美味しそうなのできたよ。これはすーちゃんも飲みたいだろうけどダメ。ダメ。ビールだよ。ビアボールだよ。はい、完成。美味しそう。今回はバーガーとクラムチャウダーということでちょっとアメリカンな感じで作ってみました。どうしよう、めっちゃ楽しみ。ちょっとスープからいきますね。これがね、絶対美味しいと思うんだよな。まだ湯気が出てます。いただきます。おいしすぎる。めっちゃうま。アサリだけじゃなくてエビとイカも入ってるのでいい出汁が出てます。おいしい。温まる。野菜もゴロゴロ入ってるので栄養満点です。それではメインのですね、フィッシュバーガーに行きたいと思います。すごいボリュームだよ、ほら。はみ出しております。フライのところ食べたいから横から行くか。いただきます。おいしい。タルタルチーズが最高です。キャベツのシャキシャキ感もいいですね。やっぱりちょっとだけチヌの身が締まりのない感じはあるんですけれども、フライにして野菜と一緒に食べるとすごくさっぱりと食べられて美味しいです。うまい。ごちそうさまでした。今
回は初めての深瀬釣りに挑戦してきました。浮き釣りに苦手意識があって今までねあんまりやってこなかったんですけれども、なんと年なしのチヌが現れてくれて本当に嬉しかったし楽しかったです。実際はグレを狙っていたので、まあ、グレはね釣れなくて残念だったんですけれども、初めてにしては大満足の釣果だったんじゃないでしょうか。とは言ってもやっぱり本命釣り上げたかったですよね。だからこの冬は磯場に行ってしっかりと寒グレを狙いたいと考えています。三重県で私のような初心者にもおすすめの磯場があったらぜひコメント欄で教えてください。お願いします。今後もちぬこチャンネルでは釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ご興味のある方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。